今日は月曜日ですね、今週金曜日ゴールデンウィーク中ですけれども、オープンマイクライブの方に、出させていただくことになっています。それに向けてもうとにかく弾きまくると、弾いて歌いまくるということで、今頑張っているところです。今回のテーマは、弾き方としては、ギターの弾き方としては、ストロークですね。ただこのピック、これはまだなんかちょっと慣れないんですよ。それとうるさい自分でね、本当はステージに行っちゃえばこっちの方がいいんだけど、今回は指で弾いてみようかなと思います。まずはあれ合わないぞ。あなたはネクタイ結ぶ、感じ。マウンテンレコーズさんです。通称は山レコって呼ばれています。ここはですね、中古レコードがメインなんだそうですが、その中には、おっと失礼、カフェスペースがあって馴染みのお客さんが来ています。今はちょっと暇ですけど、そしてこのお店で知り合いましたギタリストさんです。一応顔なしで、はいはい、そして昔はうちにもあったようなオーディオですね。これはちょっと、楽しみに。こんなものが届きました。これもまた、はい、やっと出てきました。よいしょ。さあ、このような
合皮でできています。そしてちょっとおじちゃんっぽいのがいいでしょう。海のおじちゃんっぽいって思うところがおじちゃんでしょう、うん、そう。私は若い時20代の時に行こうと思う。パカッ、こんな感じですね。あの超高級品というわけではないんですけれども、結構ちゃんとしているぞという感じですね。はい、ちゃんとギターもぴったり入りました。はい、こんな感じでございます。上まで、このリラックもしていいですね。いいです。はい、このケースの最大のポイントは、まあ、今のケースってみんなそうなってるみたいなんですけど、こっちですね、ここ、このショルダー、両方にリュック型になっていて、背中に担げるということですね。これがないと自転車に乗れません。自転車に乗って移動するためにこれを買いました。はい、ありがとう。ゴールデンウィークに入っていましたので、26日に発送いたしましたという連絡が来た後、今日29日です。これはもう仕方ないということで、金曜日のオープンマイク、ライブには間に合いました。はい、あ、向こうポンちゃんがいるぞ。ポンちゃんが、ポンちゃんが冷たい、ポンちゃんも喜びが冷たい、はい、ポンちゃんもジャン君も喜んでおります。どうもありがとうございます。で、買ったんや。いいだね。ということでした。はい。